アメリカ太平洋艦隊の基地、ハワイ真珠湾。73年前、ここで太平洋戦争が始まりました。昭和16年12月8日、日本海軍の機動部隊は航空機で真珠湾を攻撃。この作戦を指揮したのが連合艦隊司令長官山本五十六でした。今年、山本五十六直筆の書簡や極秘資料が大分県立先鉄資料館で公開されました。古いトランクの中に60年以上眠っていたのです。太平洋戦争に臨んだ山本がその覚悟を記した直筆の手紙は28通。原秘と書かれた戦備作戦方針の覚え、真珠湾攻撃について詳細に記されています。月明の夜、または黎明を期し、全航空兵力をもって全滅を期して敵を強襲す。山本の資料を保存していたのは、大分県出身の海軍軍人堀井貞吉です。山本とは海軍兵学校の同期で、生涯親友として山本を支えました。時代の激流の中で、アメリカとの戦争に反対した山本五十六。しかし、戦争の最前線に立たなければなりませんでした。その苦悩を親友の堀貞吉にだけ打ち明けていたのです。歌舞伎俳優の坂東三津五郎さん。山本五十六を主人公にした映画で堀貞吉の役を演じました。これが全部直筆のお手紙ですか。初めて目にする山本の書簡。なんかそんな昔のものに見えないですね。はい、ねえ、はい、でもどれを見ても紛れもなく同じ筆体で、ものすごく立ってね。そうですね、はい、だ山本さんの思いと、それを受け取った、それを大事にしてきた堀さんの思いと、はい、二人の思いがなんか、なんだろうな、こう綺麗に保管されていたことによって、その大切にしてきた気持ちが70年以上を経ても我々に伝わってくるような気がいたしますね。真珠湾攻撃の2ヶ月前、アメリカとの戦争が避けられなくなる中、山本がその苦衷を記した手紙です。個人としての意見と正確に正反対の決意を固め、その方向に一途邁進のほかなき現在の立場は、まことに変なものなり、これも命というものか。山本が戦争を回避しようとした背景には、延べ4年間にわたるアメリカでの体験がありました。そこで見たのは航空兵力の目覚ましい発達、アメリカとの国力の違いを目の当たりにしたのです。山本はアメリカだけでなく、ヨーロッパも広く旅していました。当時、日本のどの軍の指導者よりも西洋を理解していたと思います。アメリカとの戦争に反対しながら、なぜ山本は真珠湾攻撃を行ったのか、そしてミッドウェーの敗北に向かっていったのでしょうか。初公開の書簡をもとに、山本五十六の真実に迫ります。
広島県江田島にある海上自衛隊幹部候補生学校。およそ200人の若者が幹部自衛官として必要な教育を受けています。江田島には戦前海軍兵学校が置かれ、将校の養成が行われていました。山本五十六は長岡の旧士族の出身。兵学校に入学したのは明治34年17歳の時でした。当時全国から優秀な青年が集まるエリート校でした。兵学校時代の成績は将来の昇進に大きく影響します。生徒たちは激しい競争にさらされていました。2番で入校した山本は翌年の成績は16番に落ちてしまいます。そのことを恥じる手紙を長岡の兄に送っています。昨年5月の試験には非常なる不成績を得て、多分他人の笑いを買い、しかし一人の友を得候。一人の友、それが兵学校同期の堀定吉でした。堀は大分の裕福な農家に生まれ、新種の気性に富んだ青年でした。堀は兵学校の生活を克明に記録しています。入校時には山本は2番、堀は3番でした。しかし学年が進むと山本は上位から姿を消します。堀は常にトップクラスでした。1年生の、半年後ですかね、磯徳さんがすごい成績を落とすんですね。で、堀さんという人はその成績の時にですね、順番トップを取るんじゃないんだと、その自分の実力全力を尽くすことが大切なんだと言ってるんですね。なので多分堀さんはですね、山本さんに順番はいいんだと、お前のベストを尽くせばいいんだというふうに言って励ましたんじゃないかと思うんです。本当にこう自分が一番信頼できる相手として、自分の気持ちを素直に伝えられる、そういうような人間関係だったんじゃないかなと思うんですね。明治37年、二人は海軍兵学校を卒業します。堀定吉は首席、山本五十六は11番でした。山本20歳、堀21歳。この年、国運をかけた戦争が始まっていました。日露戦争です。翌年5月、日本海軍は世界屈指の強敵ロシアのバルチック艦隊を日本海で迎え撃ちます。この戦いに山本と堀は少尉候補生として臨んでいました。山本は砲弾の炸裂により負傷します。山本の軍服、左手の人差し指と中指を失った時の血痕が残されています。初めて現実の戦闘を体験したのです。激しい砲撃戦の末、不利だと言われた日本海軍は大国ロシアの大艦隊を相手に勝利を収めます。この勝利によって大型艦の砲撃によって戦いを決するという対艦巨砲主義が日本海軍の根本原則になりました。しかし堀は全く異なる戦争の姿を体験していました。その時の様子を自伝に記しています。忘れることのできないのは
敵の機関スワロフが全艦猛火に包まれ、我が主力部隊の全砲火を被って沈んでいったのである。ああ気の毒だ、かわいそうだと思わぬものはなかったろうと思う。対艦巨砲主義というような言い方をしますが、つまり対艦巨砲主義というのは日本海海戦の、 最大の教訓であったわけですね。あの勝利はそんなに私たちが獲物語で聞くような勝利じゃなくて、本当に白氷を踏むような危険を覚悟した上での大勝利だったということは、山本五十六も堀悌吉も身をもって体験したと思いますよ。戦闘というのがいかに難しいものであり、そしてそんなに簡単に勝利というのは呼び込めないものであり、かつ悲惨なものである、残酷なものであるということはよくしてたと思いますね、お二人は。日露戦争の後、若い二人は海外で西洋文明に触れます。大正2年、堀悌吉は駐在員としてフランスに赴任します。堀はフランスをはじめヨーロッパの文化や思想を貪欲に吸収していきました。オペラにも足しげく通っています。ルソーやモンテスキューからトルストイまで幅広い教養を身につけたのです。堀の戦争観を決定づける出来事が起こります。1914年に始まった第一次世界大戦です。毒ガス兵器や航空機を投入した戦争はかつてないほど多くの犠牲者を生みます。国民すべてに動員を強いる総力戦はヨーロッパの国々に大きな傷跡を残したのです。第一次世界大戦を目の当たりにした堀悌吉、フランスから帰国後、論文「戦争善悪論」をまとめました。国家はその正当なる目的のために戦争を起こし、またはこれに応ずることあるべし。しかれども、その目的を達するに戦争によらずして他に平和的手段あらば、これによるをかとすべきなり、あらゆる場合において国家が行う戦争を是認してよしとなすべからざるなり、戦争なる行為は常に乱、凶、悪なり、人の好むところにあらずして等しく忌むところのものなり。海軍というのは平和維持のためにだけのが存在理由であるとね、戦争を仕掛けるためのものではないということは、それも一貫してはっきりしてたでしょ、あれは彼の一番動かない基本の思想だったんでしょうね。でもあの考えは日露戦争から昭和、戦前昭和までかけて一貫して守ってるっていうのは、まあ驚くべきことですね。ヨーロッパから帰国した堀は東京で山本と一緒に暮らし始めました。山本が腸チフスにかかり箱根で転地療養した時は、堀は毎週日曜日に見舞いに通ったといいます。大正7年、山本と堀は同じ年に結婚します。新居も同じ青山、家族ぐるみの付き合いが始まりました。翌大正8年、1919年、山本五十六はアメリカに渡ります。ハーバード大学への語学留学でした。
その時の山本の記録が残されています。授業には2回しか出席していません。英語のテストは最も低い C ランクでした。山本が好んだのはアメリカを実地に見て回ることでした。時にはメキシコやキューバまで足を運びました。テキサスやカリフォルニアの油田を丹念に視察、産出量やパイプラインまで調査しています。またデトロイトでは自動車工場にも訪れています。膨大な資源と日本の10倍以上の工業生産量、山本が目にしたのはアメリカの圧倒的な国力でした。その中でも特に山本の興味を引いたのが飛躍的に発達する航空機でした。フロリダにあるアメリカ海軍航空博物館、初期の服用機から最新のジェット戦闘機までが展示されています。飛行艇 NC4、 山本がアメリカを訪れた1919年、大西洋横断に初めて成功しました。ニューポート28、1919年、アメリカ海軍は軍艦にプラットフォームを設営して艦上からの発進を試みました。1921年には航空機から投下した爆弾で軍艦を沈める実験が行われました。山本は日本海軍の新しい戦力として航空機開発に着目していきます。再び駐在武官として渡米。その時の部下三輪義武の回想です。この頃から元帥は米国航空のことについては猜疑な目で注視しておられた。当時太平洋横断飛行ということが米国航空界の大問題であったが、遺憾ながら我が航空界はまだこれと比肩するまでには立ち至っておらぬ。武官はこれらの飛行を研究して意見を出せと言われた。やっぱり山本にとっては非常に刺激的だったと思うんですね。要するに飛行機がそういう使われ方までしてですね、この普及しているという実態、見て多分非常に驚いたんではないのかなというように思います。それでその飛行機自動車にとって何が大事かっていったら、当然石油になるわけで、それでそのカリフォルニアとかあるいはテキサスとかですね、そういう油田を見て、日本にないわけですから、確かテキサスでは日本にとっての油田を買おうというようなことまで彼やってるわけですね。そういったその企業精神も彼にはあるわけですけども、そうやってそのこう石油の確保もこれからの時代大事だと、自動車、飛行機、それから、石油、これがこれから世界を動かしていくんだという、そういうことをこう肌で知ったんだろうと思いますけどね。大正10年、1921年、堀悌吉はワシントンに赴きます。ここで開かれた海軍の軍縮会議に随員として出席するためです。第一次世界大戦後も列強は軍備拡張を続け、
その経済負担は国家予算を圧迫するまでになっていました。英米との間で戦艦の保有量の制限について話し合いが行われます。日本海軍は対英米7割を主張しましたが、結局6割で合意します。主席全権だった海軍大臣加藤友三郎と堀悌吉は軍縮を望んでいました。軍艦建造のために国家予算の3分の1を使っていた日本、予算の削減が必要だと考えたのです。しかし海軍の随員の一人加藤博治は対英米7割を主張し、強い不満を抱いていました。加藤友三郎の方はですね、非常に海軍大臣として絶大な権威があったんですね。最後にはですね、彼らの頑強な抵抗をその大加藤は絶大な権威で押さえつけちゃうんですね。押さえ込んでしまうんですね。そして条約を成立させる。そういうために会議もですね、ワシントン会議に対して非常な不満を持つんですね。そして帰ってからはですね、このワシントン条約というのは、英米特にアメリカの圧迫でですね、対米6割に蹴落とされたような屈辱的条約なんだということを世の中に喧伝し始めるんですね。昭和5年1930年、今度は補助艦の保有量について話し合うロンドン海軍軍縮会議が開かれます。山本五十六はこの会議に海軍の随員として出席します。山本を推薦したのは堀でした。戦艦以外の補助艦についても海軍側は対英米7割を強硬に主張します。会議で大蔵省の加谷沖則が海軍案より低い保有量を提案しました。加谷によれば、この時山本は全海軍は鉄拳を持って加谷を制裁すると主張したといいます。しかし最終的に決まったのは10対10対6.975、海軍側の主張する7割にはわずかに届きませんでした。この時受諾に猛反対した海軍の随員を抑える役割を果たしたのは山本でした。軍人は上が決めたら軍機を乱すようなことはすべきではない、自重するようにと述べたのです。彼はですね、軍人としてですね、また自責随員としてですね、主張すべきことはもう強く主張するという態度だったんですね。しかしですね、政府がですね、自分たちと異なるような決定を一旦下したらですね、自分たちはいかにそれに不満があってもですね、それに従わざるを得ないと、従うべきだと、職民に全身全力をかけて集中してやってみると、しかしダメならそれは仕方がないんだと、規律は乱さないんだと、規律に従うんだと、職務に忠実であるんだと、こういうスタンスは、まあ私は一生貫い、彼の一生を貫いた特徴かなと思いますね。ロンドン軍縮条約の受け入れは海軍に大きな亀裂を生みます。条約に賛成するグループは海軍省を中心としていました。加藤友三郎亡き後、山梨勝之進、堀悌吉らが後を継ぎました。一方、条約に反対する加藤博治ら、いわゆる艦隊派は作戦の策定などにあたる軍令部を中心にしていました。条約をめぐる意見の対立は海軍の組織の対立にもなっていったのです。翌昭和6年1931年、満州事変が起こります。
戦闘は上海にも飛び火し、急遽堀悌吉は上海に派遣されます。堀は攻撃にあたって民間人に被害が及ばないよう留意しました。この堀の行動は戦闘準備を怠ったと受け取られ、艦隊派から激しく攻撃されました。堀が後にまとめた手記には、海軍内で艦隊派が勢力を増していく様子が記されていました。軍令部の署員や艦隊派と自称する者や、またこれらに比喩する人々が不安なる世相を反映し、これと呼応して部内を思うがままに引き回しておるように見えていた時であった。ややもすれば落ち着いて考える努力を惜しみ、しかも人前では大きな強いことを言うような風潮が一般を支配し始めていたのである。昭和8年1933年、日本は国際連盟からの脱退を通告します。 Japan, however,Find it impossible to accept the report adopted by the assembly. 日本は国際的孤立の道を歩み始めたのです。そんな中、海軍では大隅海軍大臣による大きな人事更迭が始まっていました。条約派の中心だった海軍大将山梨勝之進が海軍を追われます。堀の見識を高く評価していた山本は堀を守るために動き出します。海軍のトップに直接訴えようとしました。当時艦隊派の中心だった軍令部総長の伏見の宮博康王です。権上書で山本は海軍人事を神聖公明に行い、堀を要職にとどめるよう求めました。しかし山本は日本を離れざるを得ませんでした。昭和9年1934年ロンドン軍縮会議の予備交渉に赴いたのです。期限が切れるワシントン軍縮条約を見直す交渉、山本はその代表でした。そんな中、山本の心配が現実のものになります。堀が予備役に編入され、海軍を追われるという知らせが山本のもとに届きます。伏見の宮への直訴からわずか3ヶ月後のことでした。滞在先のロンドンから山本が堀宛てにしたためた手紙です。堀慶、吉田よりの第一審により君の運命を承知、海軍の前途は誠に関心の至りなり、格のごとき人事が行われる今日の海軍に対し、これが救済のため努力するも到底難しと思わる。思うことを話す人もないのは誠にただ寂しい。今日までとうとう手紙を書く気にもなれなかった。ご了察を請う。高官、ご自愛をただ祈るのみ。その後、日本政府は軍縮会議からの脱退を通告します。帰国した山本は大歓迎を受けました。しかし、
堀を守りきれなかった山本の心中は複雑でした。ふるさとの長岡に引きこもり、失意の日々を過ごしたといいます。山本さんが堀をクビにするような海軍は、俺は辞めると。で堀さんが、お前が辞めたらどうするんだと、あとは誰もいないじゃねえかというんで、思いとどまったなんて話だけは聞こえてますけども、いわゆる大隅人事という、大なぎら、あのね、おなたを振って、次から次へと、まあ、あの海軍を予備役にするわけですよね。いわゆる私たちの対米強硬派が本当に海軍の主流になったと言ってもいいんじゃないですか。うるさいこと言うのを全部外したんですから。あの海軍を去った堀悌吉はふるさとの大分県杵築に帰っていました。山本は杵築まで何度も足を運んでいます。堀の再就職先の飛行機製造会社も山本が紹介しました。堀悌吉の甥にあたる矢野正明さんは山本の姿をよく覚えています。山本さんは別府から家に来るときは私服を着て中折れ帽をかぶって背広を着て日本その普通のローカル電車に乗ってで家に訪ねてきよ。で来て昼飯食ったり、いちごはやっぱり親父が作ってその部屋で山本さんに食わせたり。いずれにしても高校野じゃないわな、軍人さんで。やっぱり目ん玉ギョロッと転がしてて入ってきてるからというのすぐ我々をあの坊やとか坊ちゃんというようなことじゃなくて、やっぱり厳しいなと思ったけど。矢野さんの家に山本がしたためた書が残されていました。いいですかこれ、はい、長領という号ですね。これ山本五十六、国大なりといえども戦いを好めば必ず危うし、必ず滅ぶ。天下安きといえども戦いを忘れれば必ず危うし。大国といえども戦いを好めば必ず滅んでしまう。平和といえども戦を忘れたら危うい。この言葉を好んで書いた山本。戦争に備えるため独自の道を模索していきます。昭和10年、山本は海軍航空本部長に就任します。アメリカで航空機に着目していた山本は本格的に国産航空機の開発に力を注いでいきます。ドライバーより発見するです。搭乗員を育成し航空部隊の強化を図りました。その中で最新鋭の戦闘機として開発したのが零式艦上戦闘機ゼロ戦です。航続距離2200キロ、当時世界の航空機の常識を破る性能でした。彼はその自分の信じるところの航空戦力というものに対してですね、まあ、実際海軍全体の、決定としても航空戦力を強化しようということに決まっていくんですけれども、まあ、その中で山本はその働く場をこう得ていくというかですね、条約派艦隊派という分け方の第三の道、まあ、要するに山本はまあ、航空っていうものに力をいくその、まあ、航空派的なですね第三の道を彼は、考えたと。同じ頃海軍では戦艦大和の建造を決定します。世界最大の戦艦、海軍の主流は艦隊決戦を想定し大和をその切り札として考えていたのです。依然として対艦巨砲主義なんです。
航空というのはあくまでも補助だというふうに思ってるんです。決戦は死を決するのは戦艦同士の戦いなと。ですからね、日露戦争があまりにも日本が日本海海戦でパーフェクトゲームをやっちゃったために、その勝利の悪夢からですね、勝利のそのからですね、抜けきれないんですね。ヨーロッパではヒトラー率いるナチスドイツが急速に台頭していました。それは日本の進路にも大きな影響を及ぼしていきます。こうしたドイツと軍事同盟を結ぼうという動きが陸軍を中心に強まっていきます。これに対して反対を唱えたのが海軍大臣米内光政、海軍次官に就任した山本五十六、軍務局長の井上重義でした。山本はドイツとの同盟に対し、米英仏が経済的圧迫をなした時対抗策があるのかと軍務局に問いかけます。こうした山本に対して右翼は国賊と呼び、暗殺の噂も流れるようになります。三国同盟反対に命を懸ける覚悟を固めた山本、その心境をしたためていました。術師一子訓国に奉ずるは、元より武人の本懐のみ。兄戦場と銃後とを問わんや。優先奮闘戦場の花と散らんは安し、誰か姿勢一貫俗論を廃し、倒れて後やむの敵を知らん。この身滅すべし、この志奪うべからず。昭和14年8月30日、山本五十六は連合艦隊司令長官に就任します。政治の中枢から離れることになったのです。その2日後、ドイツがポーランドに侵攻、イギリス、フランスも宣戦を布告、第二次世界大戦が始まりました。ヨーロッパで快進撃を続けるドイツ、これを見た日本は翌1940年、ドイツ・イタリアと三国同盟を締結します。手を上げ、反対、三国同盟締結への動きに激しく反発したのはアメリカでした。ルーズベルト大統領は日米通商航海条約の廃棄を通告。アメリカとの戦争が避けられない情勢になってきました。三国同盟に反対し、アメリカとの戦争を回避しようとしてきた山本。しかし、連合艦隊司令長官として、万一アメリカとの戦争が避けられなくなった時の用意をする必要に迫られたのです。昭和15年11月、山本は対米戦争を想定した計画を立てます。それを裏付ける極秘資料が堀悌吉文書の中から発見されました。原秘と書かれた山本の戦備作戦方針の覚えです。開戦の1年前に及川海軍大臣に対米戦争について自らの考えを述べたものです。海戦壁闘、敵主力艦隊を猛撃撃破して、米国海軍及び米国民をして
救うべからざる程度にその式を粗相せしむることこれなり。開戦と同時にアメリカ軍の主力を叩くという作戦、それは自らが育て上げた航空兵力を投入する画期的なものでした。月明の夜、または黎明を期し、全航空兵力をもって全滅を期して敵を強襲す。敵米主力もし早期にハワイを出撃来航するがごとき場合には、決戦部隊を挙げてこれを擁撃し、一挙にこれを撃滅す。攻撃目標はハワイ真珠湾。やっぱり三国同盟が結ばれて、そして日米関係がどん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 険悪化していく。そうすると何もしないでいると、あるいはこれ以上手をこま抜いていると、日米関係が非常にその危機的な状況に陥る、そういう可能性がかなり高くなりつつあるというふうに彼は考えたのかもしれませんね。ましてや山本五十六はその時にはもう連合艦隊司令長官ですか。そうすると対米戦になった場合にはどうするかというその思いを持ってたことは確かですから、その構想を責任があれば当然ながら考えるだろうと思う。責任感を持てればですね。6年前、この資料を発見した安田明子さんです。昭和15年には、自分命に控えても反対するといった戦争ですね、それから、今度はこう、気持ちを切り替えて自分がこう、戦争の指揮とならなくちゃいけなくなったと、その時のこう、山本さんのこう気持ちを考えるとですね、本当こう、指導の重たさっていいますか、いやこういう資料なんか私が発見してよかったんだろうかと私が見つけてよかったんだろうかと思うくらいですね、非常にこう感慨深いものがありました。三国同盟締結後、アメリカの経済制裁が強まる中、日本は南方の資源確保に乗り出します。昭和15年、日本はフランス領インドシナ北部仏印に進駐します。これに対して山本は南方作戦に着手すべきではないと考えます。国運をかけた長期戦になると見ていたからです。しかし昭和16年7月、南部仏印進駐が実行されます。アメリカは激しく反発、日本への石油の輸出を全面的に禁止します。軍部はアメリカの経済制裁を跳ね返すには戦争以外にないと主張。9月6日の御前会議で、10月上旬までにアメリカとの交渉がまとまらなかった場合、対米開戦に踏み切ると決定しました。その頃、近衛文麿首相に対米戦争の見通しを聞かれた山本はこう答えたといいます。それはぜひやれと言われれば、初め半年か1年の間は随分暴れてご覧に入れる。しかしながら2年3年となれば全く確信は持てぬ。三国条約ができたのは致し方ないが、かくなりし上は日米戦争を回避するよう極力ご努力を願いたい。半年や1年間は戦えますがと前半段のところ言ってしまったのが、もしかすると誤解を生んだかもしれません。誤解したとは思えませんが、ちょっとは戦えるんだなというふうに考えてしまう。むしろ戦えませんとストレートに言えば、この絵も理解できたんではないか。しかし日米交渉を続けていた近衛内閣は10月に総辞職。
陸軍大臣だった東条英機を首相とする内閣が成立します。戦争を避ける道を模索してきた山本。しかし、ついに対米戦争は避けられないと覚悟を固めます。10月11日、山本は自らの心境を堀に伝えました。大政はすでに最悪の場合に陥りたりと認む。今更誰が良いの悪いのといったところで始まらぬ話なり。個人としての意見と正確に正反対の決意を固め、その方向に一途邁進のほかなき現在の立場は誠に変なものなり。これも命というものか。でこれも命というものかというあの手紙をね初めて先哲記念館で見た時はちょっとやっぱ私もね、ふっと涙ぐみましたよ本当にね。やっぱり本当に一生懸命に止めようとしてたんですよね。だから堀さんもあれ山本のあの手紙をもらって山本の心情はよく分かったと思いますよね。山本は真珠湾攻撃に備え魚雷の投下訓練を密かに行わせます。それは対艦巨砲主義が主流だった日本海軍の中で画期的な発想でした。ハワイ作戦が本決まりとなった11月13日、山本は各艦隊の司令長官を集め最後の打ち合わせを行いました。岩国のアメリカ軍基地の中に旧海軍司令部の建物が残されています。山本はもし日米交渉が妥結したら全部隊は引き返すことを命じます。最後までアメリカとの戦争の回避を期待したのです。12月1日御前会議で開戦が決定します。その翌日、堀悌吉は突然山本に呼び出されます。極秘で上京していたのです。どうした？とうとう決まったよ。そうか、うん、万事休す。もっとも、もし交渉が妥結を見るようなことになれば出動部隊はすぐ引き返すだけの手はずはしてあるが、どうもね。12月4日、堀は呉に帰る山本を横浜駅に見送ります。別れに望み握手して、じゃあ元気でと言うと、山本氏はありがとう、もう俺は帰れんだろうな、これが最後の別れであった。広島柱島沖の連合艦隊旗艦長門で山本五十六は運命の日を迎えます。機動部隊は密かにハワイ真珠湾を目指していました。ハワイオアフ島、
細い水路の奥に広がっているのが真珠湾です。ここで73年前、太平洋戦争、日米の戦いが始まりました。湾の奥、海に浮かぶのはアリゾナ記念館。その下には真珠湾攻撃で日本軍によって沈められた戦艦アリゾナが眠っています。今もアリゾナからは油が漏れ出しています。昭和16年1941年11月26日、連合艦隊の機動部隊は択捉島ヒトカップ湾から密かに出港します。この時、山本五十六は広島の柱島沖の連合艦隊旗艦長門で指揮を執っていました。真珠湾攻撃当日に山本はその覚悟をしたためています。術師、この度は大将を奉じて堂々の出陣なれば、生死ともに挑戦たることは固からざるべし。ただこの戦いは未曽有の大戦にして、いろいろ曲折もあるべく、名を惜しみ己を潔くせんの指針ありては、とてもこの退任は成し遂げえまじと、よくよく覚悟せり。連合艦隊は密かにハワイ・オアフ島に向かって南下。オアフ島の北230海里の地点に達します。日本時間12月8日午前1時30分、第一波攻撃隊183機が次々に出撃していきました。一木俊夫さんは駆逐艦の航海長として出撃を目撃しました。まだその薄暗いですからね、薄暗いところでもうエンジンをブーッと吹かして、ブーッと大きな聞こえが1000メーター後ろだから、もうすぐ目の前ですからね、よく聞こえるし、それでまあ時々エンジンの火が見えるし、それでまあ出てくまでは本当もう緊張してるんで、それで少しこううねりがあるし、波があるし、天気がですね、一番最初に一番軽い戦闘機から行ってきて、人というのはとか、一番最後に800キロの魚雷を積んだ3人の艦上攻撃が出てくる。総数350機の航空機による奇襲作戦です。アメリカ時間12月7日日曜日、真珠湾のアメリカ太平洋艦隊は日本軍の攻撃を予想していませんでした。2回の攻撃で戦艦アリゾナをはじめ、アメリカ太平洋艦隊に大損害を与えました。戦艦8隻中4隻撃沈、3隻を撃破します。大本営陸海軍部発表、12月8日6時、帝国陸海軍は本8日未明、西太平洋において米英軍と戦闘状態に入れ。山本が出撃前にこだわっていたアメリカへの最後通牒、実際に手渡されたのは攻撃の1時間後でした。アメリカ政府は激しく反発します。 December 7, 1941, a date which will live in infamy. The American people. ルーズベルト大統領は最後通帳前の日本の攻撃を騙し討ちだと激しく批判したのです。ハワイで座礁した日本軍の特殊潜航艇は、
全米各地で展示され、国民の戦場への動員キャンペーンが進められていきました。真珠湾攻撃の2週間後に発行されたタイム誌です。その表紙には山本五十六のイラストが描かれていました。日本の侵略者、山本提督。山本を描いた反日キャンペーンのポスターまで作られました。山本は真珠湾攻撃の首謀者として非難の的になったのです。山本はアメリカだけでなくヨーロッパも広く旅していました。当時日本のどの軍の指導者よりも西洋を理解していたと思います。しかしアメリカ人の気質を正確には分かっていませんでした。山本はアメリカ人は初戦で大きな敗北を喫したら戦いを続ける気がなくなり停戦を望むに違いないと考えていました。しかしそれは決して起こらなかったのです。真珠湾攻撃後のアメリカ海軍の対応は迅速でした。グレーブックとは、太平洋戦争中アメリカ太平洋艦隊司令部が作成した報告書、およそ4000枚。日本とどう戦えばよいのか、さまざまな角度から検討しています。最初のページは1941年12月7日、日本の真珠湾攻撃に対する評価です。計画、訓練、経験すべてに優れている。真珠湾攻撃はとてもうまく実行された。空からの攻撃が卓越している。私は山本を非常に高く評価しています。彼は空母と航空機の価値を見抜き、それらをどのようにすれば効果的に日本の戦略と戦術に取り入れられるか発想を練っていたのです。山本は世界でもかなり早くから敵の船を攻撃するのに航空機が最も有効な存在であることに気づいた海軍指揮官だと思います。大変先見性があります。アメリカ海軍を立て直すため、ルーズベルト大統領は新しい太平洋艦隊司令長官にチェスター・ニミッツを指名します。アメリカ海軍で序列が28番目の少将だったニミッツを司令長官に任命、大将に昇格させる大抜擢でした。ハワイにあるアメリカ太平洋艦隊司令部、ニミッツはここで指揮を執りました。ニミッツ抜擢の背景にはアメリカ海軍の独特の人事システムがありました。アメリカ海軍ではその40年も前から地位が下のものであっても、その人が有能であれば上位のものを追い越して昇進させるべきだという考え方が一般的になっていました。一方、日本の帝国海軍ではその人の昇進は海軍兵学校時代の成績が大きくものを言いました。どんなに素晴らしい業績を上げても30年前か40年前の江田島での成績の方が重視されたのです。アメリカ海軍で早くから始まっていた人事システムの刷新はとても重要なものでした。しかし日本では
ほとんど顧みられることがなかったのです。日本と戦うには強力な航空戦力が必要だと分析したアメリカは、航空機の増産に拍車をかけます。アメリカの大量生産のシステムが生かされ、1942年には年間2万5千機以上に達していました。一方、日本では真珠湾攻撃の成功に沸き返っていました。しかし山本は真珠湾攻撃の目的が十分に果たされたとは考えていませんでした。攻撃当日、湾外に出ていたアメリカの空母を撃滅できなかったのです。司令長官南雲忠一中将は第二次の攻撃をせずに引き返していました。南雲は艦隊派の一人で、航空が専門ではなく山本が望んだ人事ではありませんでした。英米も日本を少し馬鹿にしすぎたるも、彼らにすれば飼い犬にちょっと手を噛まれたくらいに考え、ことに米としてはそろそろ本格的対日作戦に取り掛かる本心らしく、国内の軽薄なる騒ぎはまことに外聞悪きことにて、この様にては東京の一撃にてたちまち縮み上がるならんと心配に絶えず候。まだまだこんなことにては到底安心できず、せめてハワイにて空母の三隻くらいもせしめおかばと残念に存じおり候。山本が足しげく通っていた料亭に堀悌吉とのつながりを物語る貴重な写真が残されていました。こちらに磯木さんが写っている、いや、あの、めったにご一緒に写ってる写真ってないんですけれども、二人は料亭で会い、日本の行く末について語り合っていたといいます。丹羽雅子さん90歳、10代の頃山本に接しています。普通は大変なお役の方だからね、あれだけども非常にとぼけてたし、でいろいろと、まあ、逆立ちっていうのか、丹羽さんの母親はかつて料亭和光を営んでいました。その母に山本が宛てた手紙です。日付は開戦から1ヶ月後の昭和17年1月9日。今に東京に爆弾の雨が降るともしやおしまいでしょう。そうなるとさすがの和光も落ち着いて商売もできなくなりますから、その時はその時になどというのんきではなく考えておくことですね。アメリカの国力を知る山本は東京への空襲を予測していたのです。同じ頃、ニミッツは航空機を使って日本に一撃を与える計画を立てていました。アメリカの士気を高めようというのです。空母を密かに日本に接近させ、陸軍の爆撃機による奇襲作戦を行います。1942年4月18日、ドーリットル中佐率いる16機の B-25 爆撃機は空母ホーネットから次々と発艦。東京、川崎、横須賀、名古屋、四日市、神戸を空襲します。山本が恐れていたことが早くも開戦4ヶ月後には現実のものとなったのです。
帝都の空を汚されて一機も撃墜しえざりしとは情けなき次第にて、それがあと2週間の間にもう一度どこかにあると反撃が間に合わぬ整備実情にて、ここしばらくすこぶる憂鬱にござ候。真珠湾攻撃以来、日本軍は連戦連勝でした。東南アジアから南太平洋に至る広大な地域を占領します。山本は攻勢を続け、アメリカに反攻の機会を与えてはならないと考えていました。総力戦をアメリカとやると負けるってことは分かってるわけですね。長い戦いになれば国力上勝てない。そこの一つの山本の解決は、じゃあその、まあ、あの日露戦争の時には一度の決戦で講和に持ち込めたけど、今の時代には一度の決戦では講和には持ち込めないだろうけれども、連続して勝つことによって長期にならない範囲でどっかでそのいわゆる連続決戦主義っていうような形で終わらせられないかの山本の最後のまあすがった考えっていうかですね、だったんじゃないのかなというふうには思っていますけれども。日本軍はアメリカとオーストラリアの間の補給ルートを断つためにニューギニア島のポートモレスビー攻略を目指します。日米両軍は珊瑚海で激突しました。珊瑚海海戦は歴史上初めて空母同士が主力として戦った海戦になりました。急降下爆撃機による攻撃、日本側は小型空母1隻を損失、アメリカ側も大型空母1隻を失います。空母ヨークタウンは損傷を受けます。日米互角の戦いでした。世界初の空母同士の戦いは貴重な教訓を残しました。アメリカ軍は珊瑚海海戦についてすぐに詳細な分析を行います。日米両軍の長所と短所を比較分析したものです。日本海軍についての分析です。士気は高い、パイロットの技術は我々より優れている、日本の優秀なパイロットに対抗するためアメリカはパイロットの養成に力を入れていきます。1941年12月の時点で日本海軍は世界一でした。中でも最も有能なのはパイロットでした。しかし日本の問題点は長期戦を想定していなかったことです。継続的にパイロットを戦場に送り込む教育システムを作っていなかったのです。一方アメリカは実戦経験を積んだパイロットをあえて前線から外し新人の育成に当たらせました。ニミッツは珊瑚海海戦で損傷を受けた空母ヨークタウンについて新たな指示を出します。In the case of...ヨークタウンは珊瑚海海戦でひどい損傷を受けていました。真珠湾に戻ってきた時修理には何ヶ月も要するだろうと考えられていたのです。しかしニミッツは数日で修理を完了するよう命じました。技術者たちは不可能だと主張しましたが、ニミッツは命令を撤回しませんでした。なぜなら航空力がいかに重要な存在であるかを教えたのは他ならぬ真珠湾での山本だったのですから。一方日本側は珊瑚海海戦をどのように評価していたのでしょうか。現場からの報告書によれば、アメリカ軍が修理している空母ヨークタウンは撃沈とされていました。
さらに空母や航空機の損傷などが細かく報告されていました。これを受けて指揮官井上重義はポートモレスビー攻略を延期します。しかし海軍の上層部は井上を批判し、報告書にはバカ野郎、弱虫と殴り書きをされたといいます。珊瑚海戦というですね、もう最新の経験があったにもかかわらず、まあそれを、まあ、無視するという言い方変ですけども、俺たちだったら違ったやり方をしたとかですね、あいつはだらしないからという理由でその経験を無視してしまうと、実は恐ろしいのはアメリカの急降下爆撃だったわけですけどね、まあ、とにかくそういうその事前の予想と全然違う現象が、まあ、出てきているわけですね。でこういうの出てきたらですね、それをいかにすぐ次に生かすかということをしないとですね、また同じ鉄を踏むわけですけども、どうも日本はその点がダメだったと。山本はアメリカの空母を一気に撃滅する作戦を立案します。ミッドウェー作戦です。中部太平洋のミッドウェー島のアメリカ航空基地を攻撃、ハワイのアメリカ空母を誘い出し機動部隊で撃滅しようというのです。作戦の12日前、山本は次のように記しています。米残兵力をおびき出して一挙に撃滅できれば結構と思い折り総らえども、敵もだいぶすれてきた今日、さよううまくいくか否か疑問に候。アメリカの空母の撃滅を目指した山本、しかし大本営はミッドウェー島、さらにはアリューシャン列島の攻略を命じます。敵空母の撃滅とミッドウェー島攻略という2つの目的が掲げられていたのです。谷川清澄さんは駆逐艦の水雷長としてミッドウェー作戦に加わりました。敵側の情報が入ってこないんですよ。こちらが攻撃に行ったんだけれどもよく見つからんとか、しかもね、ミッドウェーを攻めろとか向こうの空母をやっつけろとかね、もう命令が2つ出てたような気がしますよ。やっぱり戦争するときはね、一つだけに目標を絞らないとね、うまくいきませんわ。昭和17年6月5日、日本の機動部隊はミッドウェー島への第一次攻撃を始めます。この時、ニミッツの機動部隊はミッドウェーの近海で日本軍を密かに待ち受けていました。ニミッツが日本軍の動きを事前に知っていたのは暗号を解読していたからです。真珠湾攻撃後、特別に編成された暗号解読チーム、日本海軍の5桁の数字による暗号を解読していきました。開戦の1週間以上前に日本軍の目的地がミッドウェーであることを掴んでいたのです。暗号解読によって出撃したアメリカの機動部隊は日本軍の東200海里まで迫っていました。しかし日本の索敵機は雲の上を飛んだためアメリカの機動部隊を発見できませんでした。一方、日本の空母を発見したアメリカ、攻撃隊を次々と出撃させました。この時、作戦の指揮を取ったのは真珠湾攻撃の時と同じ南雲忠一中将でした。南雲はミッドウェー島の二次攻撃のために攻撃機に
陸用爆弾をつけるよう命じます。その作業の最中にアメリカの空母発見の知らせが入ります。南雲はアメリカの空母を攻撃するために爆弾を魚雷に付け替えるよう命じます。直ちにそのまま攻撃機を発進すべきだという進言を退けたのです。爆弾から魚雷に付け替える作業の最中、アメリカ軍の急降下爆撃機が来襲しました。作業中の魚雷や爆弾が次々に爆発、日本の空母は大火災に見舞われます。その結果、4隻の空母が沈没しました。山本五十六はミッドウェーの敗北を旗艦大和で知ります。負けるはずはないと思った作戦だと思いますけどね。で、日本側はかなり誤解をしておりましたからね。アメリカの航空母艦は太平洋方面には2隻しか残って三国海で2隻沈んで、1隻沈まなかったんですけど、2隻沈んで、だから2隻しかないんだと、かなり敵 の, あのアメリカの勢力兵力を過小評価してましたから、そこを退去した日本艦隊が出ていや、アメリカは出てこないんじゃないかというのが、もうどうも連合艦隊全体を覆ってた空気だったんじゃないですか。ミッドウェー海戦では空母の備えでも日米に大きな違いがありました。アメリカは空母ヨークタウンを急遽修理し、3隻の空母をそれぞれに独立して配置しました。日本は4隻の空母を集中させていました。三国海戦で教えたのは、とにかく空母をいかに守るかで、そのためには結局その空母を1隻ずつバラバラにして、そしてそれを防衛する艦隊をそれぞれにつけてですね、戦場に向かうことによって1隻ぐらいはやられてもですね、同時に3隻も4隻もやられるということはまずないというようにしてアメリカが望んでるわけですね。とは日本の場合は、三国海戦の教訓が生かされなかったから、4隻もの空母が団子状態で行って、たまたま飛龍だけは航行中にちょっと距離それましたから、一時助かるわけですが、残り3隻あっという間にやられちゃうわけですね。ミッドウェー海戦ではおよそ3000人の日本軍将兵の命が失われました。それから72年目を迎えた今年5月末、ミッドウェーの洋上で海上自衛隊による慰霊祭が行われました。祖国の繁栄を念じつつ奮闘された姿は今なお我々の心に深い感銘を与えてやみません。ミッドウェー海戦を境に戦局は大きく転換、日本海軍は敗北への道を歩み始めます。ミッドウェーの敗北後、指揮官南雲忠一中将は自決も考えていたといいます。しかし山本は南雲に次の戦いに備えるよう伝えました。この時南雲に宛てた山本直筆の手紙が発見されました。願わくば最善を尽くして速やかに機艦隊の再編成を完了し、過去の審議に加うるに今時の教訓を加え、一挙敵を覆滅するの対策に邁進せらるべきことも。ミッドウェーで空母4隻を失った日本。しかし大本営は
一隻沈没、一隻大破と発表。国民は真相を知らされませんでした。だって水戸引き返せがなぜ負けたっていうその後の大反省会ってやってないじゃないですか。三五回もなんかそういう三五回もやってません。うん、日本艦隊は本当にやらないですね。失敗の研究というのは日本艦隊は、うん、日本帰っただけじゃないですか、陸軍もやってませんが、うん、もう日本軍というのはちょっと言えば日本人全体がそうじゃないですか。本当にみんな仲良し主義ですから、うん、そこまでやりたくないというのがあるんじゃないですか。だから失敗の大教訓というものを文書とかあるいは、きちんとした記録とか、証拠物件を集めてで残しとこうという精神はおよそないんじゃないでしょうか。アメリカはものすごいですよね。アメリカはもう徹底的にやりますから。どうも日本人は戦争というものの本当のそのひどさといいますか残酷さといいますかそういうものをきちっと、向き合おうとしなかったんじゃないでしょうか。アメリカ軍の大規模な反攻が南太平洋のガダルカナル島で始まります。1942年8月、日本軍が占領するこの島にアメリカ海兵隊の上陸が始まりました。日本軍の守備隊はわずか300人余り。物量に勝るアメリカは総力戦を挑んできたのです。トラック島で指揮を取っていた山本は海軍中央に兵員や物資を送るよう進言します。この時山本はその苦衷を堀定吉に書いています。こちらはなかなか手がかかって簡単にはいかない。米があれだけの犠牲を払って腰を据えたものをちょっとやそっとで明け渡すはずがないのはずっと前から予想したので、こちらもよほどの準備と覚悟と犠牲がいると思って意見も出したが、皆土壇場までは希望的楽観家だから幸せ者ぞろいのわけだ。制空権を奪われた日本海軍、ガダルカナル島への物資の補給は困難を極めました。そんな山本の苦境を知った堀定吉、留守家族の面倒を見ていました。昭和18年正月、家族の様子を山本に伝えています。お留守宅は皆お丈夫で、正月は伊豆の長岡で楽しく暖かく過ごしたらしく、ご子息らは皆非常に元気だ。暑いところで連続の激務お察しする。切にご自愛を祈る。で、堀定吉はよく分かっていて、山本のその苦衷も分かり、しかしでもやっぱり山本を励まさざるを得ないしね、現場に立っていればね、もっと何か言えたかもしれない、はっきりものは言えたかもしれない。しかし予備役に回されている、そういう立場であからさまに軍部の指導者に対して自分の意見を言うことはできない、で言おうとも思わない。しかし言わないことに対して後ろめたさがある、ね、自分の本来の思想と全く反対の方向に国は動いて先は見えているのに、非常にやるせない思いだったと思う。何とも耐え難い、堀が手紙を出した12日後、トラック島の山本は堀宛てに手紙を書いています。この先は油にしろ食料にしろ鉄にしろ、もっと真面目に考えなければなるまい。艦隊も
それに応ずるような作戦にしなければ、自利品どころか下利品になってしまうだろう。開戦以来、もう15,000人も亡くしたので、人とせを顧みすれば亡き友の数え難くもなりにけるかな。この手紙から4日後、日本軍はガダルカナル島からの撤退を始めます。ガダルカナル島での戦死、行方不明者は20,000人以上。そのうち餓死者は15,000人と推定されています。そんな中で山本は動ける駆逐艦をすべて投入して撤退作戦に臨み、10,000人余りの撤収に成功します。ガダルカナル撤退から1ヶ月後の昭和18年3月6日、山本が堀に宛てた最後の手紙です。堀の息子や娘を気遣う言葉で満ちていました。娘の澄子さんは男の子を産み、息子の忠志君は高校受験を控えていました。留守番の件、いろいろご心配他者。ただし君、必生を祈る。子供より親の方が数倍心配やら。すみこさん、おめでとう。寒いからこれも心配。しくじらぬように祈る。それでは、お大事に。4月、山本五十六は航空作戦の指揮を取るためにラバウルの基地に赴きます。前線の将兵を激励。4月18日、山本はラバウルからブーゲンビルを経て最前線のバラレ島へ向かうことになっていました。しかし、山本の視察予定を知らせる日本の暗号伝文はアメリカ軍によって解読されていました。アメリカ側が解読した文書。18日午前6時ラバウル出発、護衛の戦闘機は6機と記されています。この情報をもとに山本殺害をニミッツに提言した人物がいます。太平洋艦隊情報参謀のエドウィン・レイトンです。 They had a schedule. It's just like the Nippon Kyoko. It's on time. Tsubame? The Tsubame or the Sakura would be on time. So the people who were planning this planned to make an interception. They had to make it within 2-3 minutes. That's all. And then they had to come back because they didn't have any more gasoline. So they planned for Yamamoto to be on time. And it's unfortunate that his promptness and being like the Kyoko right on time caused his death. 昭和18年4月18日午前6時、山本は予定通りラバウルを出発します。アメリカ側は16機の戦闘機でブーゲンビル上空で山本を待ち伏せていました。山本機は銃撃を受けて墜落。山本は軍刀を左手に握り亡くなっていたといいます。59歳でした。
元五十六大将の英霊今ぞ生徒に帰りませり。6月5日山本五十六の国葬が執り行われました。山本の家族にその死を告げたのは堀悌吉でした。堀はなかなか切り出せず、3度目の訪問でようやく話せたといいます。山本がラバウルに赴く前、堀へと託したものがありました。山本が読んだ最後の歌です。おお君の見立てと誓う真心は、とどめをかまし命死ぬとも。封筒には山本の遺髪が入れられていました。後に堀がフランス語で記しています。山本の戦死から2ヶ月後、堀悌吉は一通の封筒を海軍次官から受け取ります。これ山本さんですね、はい、こちらの方に、はいはい、要書類ということで、自分にもしものことがあったら堀中将立ち会い開封を請うというふうな、はいはい、だから江戸島これは燃えたもんとばっかり持ってたんですよ。当時海軍軍人の重要書類は死後焼却されることが多かったといいます。山本は自らの重要書類を堀に託したのです。その中には三国同盟に反対した山本の思いを記した述志、そして真珠湾攻撃の作戦の覚えが入っていました。堀は山本から託されたこの資料をトランクに詰め、銀行の金庫に預け秘匿しました。山本の死後、戦局はますます悪化していきます。日本海軍は敵艦に体当たりする特攻作戦に踏み切ります。昭和20年4月7日、日本海軍が誇った戦艦大和はアメリカの航空部隊の攻撃で撃沈されました。しかれども沈は自分の赴くところ、耐え難きを。昭和20年、1945年8月15日敗戦。今週の法廷には近藤元軍令部次長や久坂元航空参謀らが証人台に立ち、海軍の戦備は泥縄式であったと証言しました。昭和21年、日本の戦争犯罪人を裁く東京裁判が開かれました。ここでは真珠湾攻撃の責任者が誰なのか追及が行われました。堀は山本に責任が及ばないよう書類を隠し続けました。昭和27年4月、アメリカの占領は終わり、日本は独立します。堀はそれまで秘匿していた資料をもとに、山本の真意を世に伝えようと思い立ちます。そして一冊の手記をまとめていきました。五宝録、五十六の名前から取られています。山本からの手紙だけでなく、海軍関係者から山本に関わる文章を集め書き写していきました。
元来この書類は筆者自分に宛てて残されたものである。そして個人は個人の真意をまず自分に伝えを勘がために書き残したものに相違ないと信ずる。これが世に出て人に読まれるとき、少しでも個人の真意が誤り返せられ、それがため個人に迷惑がかかるようなことがあっては、自分としては甚だ相すまぬことになる。この信念のもとに、自分は一旦これを自分に取り入れて、それを人に伝うることが個人の真意にこたぶるの道だと考える。山本五十六と堀悌吉、江田島で出会ってから40年、戦争に向かう激流の中で二人の運命は大きく変転していきました。海軍を追われた堀は海軍の中で苦闘する山本の苦悩を受け止めてきました。堀は昭和34年に亡くなりました。誤報録の中で山本の真意を次のように結んでいます。対外強硬論を執拗して空威張りをするような言動を好まざりしこと、日独接近三国同盟には身命を賭して反対したりしこと、対米英戦争については大義名分の上よりおよび国家安危の考慮上よりして根本的に反対したりしこと、中心より時局の平和解決を熱望したりしこと、艦隊司令長官としては国家の要求ある時にはたとえ個人としての意見と正反対なりとするも勝敗を考慮することなく最善を尽くしてその本務に一途邁進すべきものなりとなせること。残された山本五十六の手紙、戦争の時代を生きた二人の男の苦悩と友情を今に伝えています。